先月、札幌市豊平区で登校中の小学生が64歳の会社員が運転する車にはねられ死亡した事故で、この会社員は直前にも物損事故を起こしていたことが分かりました。札幌市豊平区の会社員花田光雄被告は先月16日札幌市豊平区の交差点で意識が朦朧とした状態で車を運転し、登校途中の小学4年生の西田光君をはねて死亡させた罪で今日起訴されました。捜査関係者への取材で花田被告は男の子をはねた事故の直前にも現場からおよそ260メートル手前で車止めのポールを倒す物損事故を起こしていたことが分かりました。検察は事故当時花田被告は持病の薬の影響で意識が朦朧とした状態だったとみています。検察は花田被告の認否を明らかにしていません。